どうも、つーまです。今回なんですけども、新しく追加された新マップをね、出てきたので、今回はね、こちらを見ていきました。まあ、軽くこんな感じになったよっていうのをね、お伝えできればなって思います。で、早速なんですけども、ね、これですね。ゴリアテ、これが実装されるっていう噂があったんですけども、本当に実装されておりました。まあ、待機場でね、多分、この辺に行くんかな。今回比べにして、回ってきたんですけども、まあ、ゴリアテの、なんかカプセルがね、いっぱいところどころに落ちてるような、感じでございました。で、まあなんか使ってみた感じだと、なんかそのガトリング、アンテロープについてるガトリングみたいなのと、あとパンプと機能がついておりました。なんでね、結構しかも厄介なんじゃないかなっていうふうに思います。で、ゴリアテはね、こんな感じでカプセルについてて、これを使うことによって、ゴリアテを装着することができますと。まあどれぐらいダメージ入るかっていうのはね、まだ検証はしてないんですけども、どれぐらい強いかっていうね、また使ってみないとわかんないんですけどもね。まあ、これはまあ、またまた今度紹介するとして、まあ今回どちらかというとメインはね、新しい新マップを、見てくるっていうような感じになります。パンプド機能ついてるといいよね。で、まあ今回主にどんなとこが追加されたかっていうと、まあもともとね、その射撃だったりとか、射撃練習場、カウントダウンとか、ダイナーとか、クラッシュとか、そこら辺がね、いけなくなってたなと思うんですけどもね、今回はね、そこら辺の解禁された場所をね、ぐるっと回っていけたらなって思います。さあ、どんな風になってるのでしょうか。まあ、おそらくね、皆さんはね、もうすでにプレイできる方は回ったかなと思うんですけど、まだ回れてない方にね、まあ、こんな感じだと紹介できればなと思います。で、マップにこんな感じでね、青色でいっぱいね、なんかあるんですけど、これがゴリアテの場所になります。ゴリアテを使える場所かな。うん。こんな感じになってます。で、新マップのところが、くもくも、てか、もくもくになってるんですけども、まあ、ここね、ちょっと行ってみましょうか。で、見た感じ、カウントダウンと射撃は変わってなかったですね。今まで通り、な感じでした。主に変わったのは、この3つのステージですね。雲がかってるところが、ニューステージとなっております。ということで、とりあえずね、手前側の方を降りていきましょう。まあ、最初に降りるのは、元ダイナーの場所ですね。元ダイナーの場所なんですけども、まあ、名前も変わってる感じです。見た感じなんか工事現場みたいな建設にちょっと近いような雰囲気なんですけども、結構広いですよね。で、こんな感じで新しいエリアに入ると、ニューエリアアンロックっていうことで、煙が、木が取れます。うん、木が取れるようになって、マップが見えるようになりました。で、まあ、ざーっとぐるっと回っていくっていうか、まあ、見ていきましょう。まあ、こんな感じで、まあ、結構ね、最近のニュービジョンみたいな感じで近未来的な感じな絵面かな。そんな感じになってますね。で、結構広い。うん、高低差もあって、幅もあって、結構広いマップになってるので、これね、何パーティーが被ってもね、なんか全然やり合えそうな感じですよね。で、しかも、ここにね、ゴリアテがあったりとか、これ初手でゴリアテとか使ったら結構めんどくさいんじゃないか、もしかしたら。ね、初手でゴリアテ使う人とか出てきそう。で、この真ん中ら辺とかにもね、ボックスとかがあったりとか、ところごろね、物資落ちたりとかしたりしてて、まあ、結構ここ人気スポットになるんじゃないかなっていうような予想ですね。意外と物資がいいんですよ。まあ、この真ん中だけに限ったかわかんないんですけど。で、それでしかも、ジップがいっぱいあると。で、左右に分かれてるみたいな。感じで、こういう入場シティもあるような、このちょっと美味しいボックスがあったりとかして、なんか結構ね、ここは人気スポットになりそうな予感がするマップでしたね。で、下にはね、車も置いてあって、みたいな、まあ、逃げやすそうな感じになってますよね。はい。まあ、ちょっとチラッとだけなんですけど、このね、こんな感じでございました。まあ、ね、いい感じ、人気な感じですね。そんな気がする、僕は。で、ここがもともとダイナーのアップグレードの場所ですね。まあ、ちょっと場所が変わってこっちになってるっぽいね。まあ、アップグレードもあって、まあ、あることがたまにあるんかな?あって、あんな感じの地形で物資も美味しいってなるとね、やっぱ人気になるんじゃないかなっていうふうな感じで、フラベとかでもね、結構人気になりそうなイメージですね。じゃあ次、もともとクラッシュだった場所かな?の方に行ってみましょう。で、途中の道とかにもね、こういったなんか、さっきの待機場にあった場所かな?こんな感じで、ところどころ家があったりとかしたりしてます。まあ、地形も結構ガラッと変わったんでね、なんか、またマップ覚えな感じはするんですけどね。ちょっとね、まあ、今回はね、次のクラッシュの方を見ていきましょう。で、ここでアンロックすることで、煙が取れると。あと一個、もう一個はサッカー場っぽいね。うん、サッカー場っぽいので、ちょっと後でもサッカー場の方にも行きたいと思います。まあ、クラッシュ大体こんな感じですね。まあ、本当に前の原型とは全く何もない、ね、全然違うような感じになってて。
なんかこれ軍事、なんとか、なんかそんな感じですよね。軍事基地みたいな。これは核ミサイルみたいな感じなのかな。で、この周りにもね、こんな感じで、いい物資が真ん中にはあったりして、まあ、いろんなところで四方八方分かれてるような感じになってるのかな。ここもなんか戦いやすそうっていうか、うん、そんな印象がありますね。で、あれ結構広いし、ね、立ち回りとかして結構しやすそうなイメージですね。まあ、スナイパーとかも結構撃ちそうな感じもするし、うん。ここも、まあまあいいんじゃないかなって思います。まあ、その、やっぱ C シリーズっていうか、新しくできたマップとかってね、結構美味しい物資が落ちてるような、ニュービジョンもしっかり、なんかそんな感じがあるので、そういうのもいいんじゃないかなって思います。さあ、もう一個、次のですね、サッカー場の方に出してきました。で、サッカー場もアンロックして開けると。で、サッカー場見た感じ、なんかもっと周りに物資とか落ちてるのかなと思ったんですけど、そんなに思ったよりないんですよね。なんか思ったより物資が薄いようなイメージでした。で、サッカー場に落ちてるんかなとか思ったんですけど、そうでもなさそうだし。うん、で、コートに入ってみると、なんかね、そのマッチが、そのフットボールマッチがまだ始まってないよ、みたいな。で、9日後に始まるよ、みたいな感じになってるので、9日後、まあ、20日、20日か ?11 月20日にここでマッチが行われそうな印象ですね。何かがあるのかもしれない。またね、イベントなのかな、わかんないけど、ありそうですね。何が起こるのかね、その楽しみですね。で、周りの家とかにはこんな感じであるんですけども、まあ、物資はそんなに美味しくないというか、そんなにないようなイメージですね。ここに降りてもなんか、微妙なイメージでしたね。なんかパッと見。なんか、ワンパ降りたとしても物資が浅いっていう風になりそうな感じ。まあね、これもそんなに街とかだったわけじゃないんでね、ここにポツンとできた感じだったんで、どっちかって言ったら、おまけみたいな感じになるのかな、きっと。おまけの場所っていうか、そんな印象ですね。なんで、ここになんか降りようっていう風にならないような気がする。なんか離れみたいな。なんかそんな印象を受けました、僕は。本当に一部ちょっとだけあるみたいな感じなんでね。うん。がっつりメインな場所っていう感じではなさそうですね。ちょっと漁れるようぐらいな場所なんじゃないでしょうか。まあ、そうだな。ちょっと離れかな。クラッシュっていうか、その、さっきのね、軍事場所、軍事基地みたいな、あそこの離れとして漁れるとか、なんかそんな感じなんじゃないかな。まあ、ちなみにちょっと、射撃練習場を見ていくと、まあ、ここはなんかこんな感じでパッと見、変わってなさそうな感じでした。ということでね、ちょっとまたヘリで移動しましょう。まあ、次に見るとか、またちょっと一回戻って、さっきのダイナーのところ、気になったんでね、そっちと行ってみましょうか。アップグレもあるような感じですね。まあ、上から見たらこんな感じですかね。まあ、上からのヘリ凸とかもしやすそうなイメージですね、ここだったら。上のポジションが強そうな感じ。だから上から結構覗かれるようなイメージかな。上のポジションが強いそうな、一見ね、強そうなイメージですね。上から飛んで、突ってとか全然ありそうな感じ。で、このダイナーとかやっぱ広いですね、ここは。めちゃくちゃ広い。上から見たら。めっちゃ広い。ここはやっぱ人気になりそうだな。ゴリアテもあるし、使いたい人は出てきそうな感じですね。あそこの球体も特に何もないのか。まあ真ん中とかこれも物資いっぱい落ちてるし、ね、この美味しいボックスもあるし、みたいな感じで。まあ個人的にはここが一番降りたいなっていう風に思うところでありますかな。まあ、ここともう一個クラッシュのとこかな、行ってみたいなっていう感じはありますね。これで上取ることもできたり、みたいな。で、上取って逃げてとか、これ3周年のやつですね。できそうな感じなんでね。まあ面白い地形なんじゃないかなって思います。面白いマップですね。そんな感じな印象でございました。はい。まあ皆さんもね、ぜひね、ちょっと遊んで、まあ多分おそらくね、このアップデート後はたくさんプレイヤーさんがね、いそうなイメージなんですけどもね、皆さんもね、ぜひ遊んでみてください。また他にね、こういうのがありましたよとか、こんなことできましたよとか、こういうのを追加されてましたよ、こんなことできますよみたいなね、また何か気づいたこととか情報があれば、ぜひね、コメントしていただければなって思います。それではね、次回の動画でお会いしましょう。最後にね、チャンネル登録と高評価とコメント、ぜひぜひ送っていただけたらなって思います。それではね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。